前回、下敷きをテーブルに貼り付ける実験をしました。テーブルの上に下敷きを置いて引っ張り上げようとしても、びくとも動きません。今回は少し違う実験をします。テーブルの上にティッシュペーパーを置きました。その上に下敷きを軽く置いてみます。そしてゆっくり引き上げると、簡単に剥がれることがわかります。では次に下敷きをティッシュペーパーの上に軽く置いて、そして素早く引き上げるという実験をしてみます。では素早く引っ張ってください。一呼吸遅れて剥がれました。素早く引き上がそうとすると一瞬ですけど非常に大きな力が働いていることがわかります。これは下敷きの間とティッシュペーパーの間の流れが発生する。その時の粘性摩擦と、それから加速度というものが関係しています。